北側だ。まだらめの様子だが、とりあえず廃人になったりはしてない。あとは物腰が柔らかくなったかもな。あれが改心なのか。そうなのか。気になって鴨志田の時のことも調べてみた。人が変わったようになるらしいな。なら先生も。時間を取らせてすまなかったな。ああ、例のパレスで聞いた黒い仮面の人影の話も。おり、それじゃ今度。また会ったわね。最近はおとなしくしてるみたいだけど、どういう心境の変化かしら。そう、私の勘違いだったかしら。そんなことより早く犯人に名乗り出てほしいものね。警察の真似事なんてバカバカしい。付き合わされる身になってほしいわ。どうぞ。うっす。やあ。そういや、実はな。はあ。おい。よし、行こうぜ。
誰にするの？そうか。まあいいだろう。また来い。ゆっくりしていってくださいね。いらっしゃいませ。どれにします？いらっしゃいませ。どちらになさいますか？
ださいあのさ、あのね、アンガト、帰ったか。俺のことが見えるのか。頼む。
む。真実を明らかにしてくれ。大丈夫、落ち着いて。何が起こったのか聞かせて。よし、さてと。わかるかしら？これだ。よくできました。うちのポストに入ってたんだよ。家事代行サービス。可愛いメイドがあなたのために何でもいたします。メイドだぜ、メイド。あなたのために何でもな。男なら分かんだろ。試してみようぜ。なあ、俺んちのアパートちょうど同じ階のやつが引っ越したばっかで空き部屋あんだよ。ポストの裏に鍵あっから入り放題。大家が適当なんだよな、そこんとこ。場所なら準備できてっから。話は聞かせてもらった。んだよ。なあ、俺もそのイベント。ほっほー、違うって。調査だよ、調査。何でもしますの何でもってどこまで。派遣されるメイドの水準はちゃんと広告通り。家事代行業を謳う怪しいサービス、その実態を俺たちの目で見極め。悪を成敗しただけだよ。そのためにも俺はこの目で真実を見る。だよな、真相はやっぱ俺たち。ちゃんと隅から隅まで。そんじゃ夜だな。都合のいい時にでも声かけろよ。計画のコードネームな、メイド鑑賞会、つまりメイル。やべ、かっけー。さてと。
こんにちは。
じゃあね。鼻がムズムズする。よし。てか、マジごめん。おかえりなさい、ご主人様。
ね。あのさ、よっ。